岩手医大の古川です。皆さんよろしくお願いします。お配りしてる資料のタイトルがすでに間違ってたんですけど、今日オミックスデータと統計解析ということで、セミナーを、やらせていただきたいんですけれども、私岩手医大の古川と言います。よろしくお願いします。で、僕はですね、バイオインフォの専門家ではなくてですね、3年ちょっとぐらい前まで、おそらく皆さんと同じようにウェット系の研究者でして、ヒトデをやってたんですけど、ヒューマンではなくてヒトデですね。海産無脊椎動物のヒトデを使って、古典的な生物学というか、生き物とか細胞を観察して、遺伝子をクローニングして機能解析をやってメカニズムを追求するというような、ベーシックなところをやってたんですけれども、3年前にこの 縁があって、このメディカルメガバンク機構というところのプロジェクトに参画することになりまして、初めてバイオインフォの世界に放り込まれたと。で、オン・ザ・ジョブ・トレーニングという名のもとですね、右も左もわからない中でこういうオミックスデータを扱うようになって、どういうふうにその解析を進めていったらいいのかというのを、試行錯誤しながら3年ちょっと過ごしてきました。なので、どちらかというと皆さんに近い立場からお話しできるんじゃないかと思います。で、今日はこういう流れでいこうと思うんですけれども、まず R というソフトを使います。使ったことある人いますかね、お二人。じゃあ、初心者向けのセミナーということで、まずこの R っていうソフトの基本操作を、しっかりやってですね、その後、デモデータを使いながら、その統計量、基本統計量を算出して表にまとめると。表にまとめていくっていうことが非常に重要なので、こういう統計量を算出して表にまとめるっていうことを練習してみたいと思います。あと、こういう大規模なデータでよくやられる回帰分析とか分散分析っていうのを一通りやってみて、この分析結果から情報をどうやって取り出すかっていうのを練習してみたいと思います。で、最後に、この大規模なデータで一番問題なのが、この多重性の問題というのがありまして、これをどういうふうに回避するかっていうのを最後に触れて、最終的にこのセミナーを通してですね、この膨大なデータの中から目的のデータにどうやってうまくアクセスするか、で、個々の解析結果からどういうふうにうまく情報を取り出してほしいリストを作るかと、そういう一連の流れを、取っかかりとして掴んで帰っていただければいいなと思います。で、まず R なんですけど、皆さんインストールされてますでしょうか。まだの人いらっしゃいますかね。大丈夫ですか。R って最近よく知られる統計解析環境、プログラミング言語なんですけれども、コマンドラインインターフェースが基本になってまして、皆さんがよく使ってるような、Excel のような、ユーザーインターフェースが充実したソフトとは少し違うので、取っかかりとしては少しハードルが高いソフトではあります。で、特徴としては、ベクトルとか行列演算が非常に得意なソフトで、この演算が効率的に行えると。あと、今日はやりませんけれども、独自の関数を作成することができて、どんどんこの機能を拡張していくこともできます。で、あと、作成した関数等を、パッケージ単位とまとめて、ことができるので、いろんな人がそのウェブで公開しているパッケージをこの R にインストールして、それを利用することもできるという、非常に使いやすいソフトではあります。で、この R を、より直感的に使うことを目的に作られたのが R スタジオというソフトです。これも皆さんインストールされてますかね。大丈夫ですかね。より直感的に使えると、開くとこういう、画面になるんですけれども、画面がだいたい4分割されてまして、左上にソース、例えば作ったスクリプトとか読み込んだデータがここに表示されます。あと、この右上ですね、これエンバイアロンメントとか、ヒストリーっていうタブもありますけれども、ここで読み込んだデータとか作ったベクトルの一覧が出たり、あとヒストリーで履歴を見たりすることもできます。で、基本的な作業はこのコンソールと呼ばれる左下のエリアでやるんですけれども、ここでコマンドを打って計算とか、解析を行っていく、いきます。で、この右下ですね、ここにプロットを書いたら、ここにこうプロットが表示されるというような、そういう環境になっています。で、まず 皆さん R を使ったことがないという人がほとんどですので、まずこの R スタジオを開いていただいて、計算をやってみましょう。
開けない方いらっしゃいますかね。大丈夫ですか。開くとコンソールっていうのが、まあ、一番最初に開くとこのソースがなくてですね、このコンソールが上に左にガッとあるかもしれませんけれども、このコンソールにこういう計算をどんどん入力して計算を進めていってください。 2+3 とか 2×3 とか 5÷2 とか、こういう演算が計算機としても使えると。で、算術演算子としては四則計算ですね、プラスマイナスあとかける割るっていうのは基本的に使えますが、ちょっと変わったところではパーセントスラッシュパーセント、これは整数除算ということで、例えば 5を2で割った時のこの整数だけを取るという、そういう演算子です。パーセントパーセントになると余りだけを取ると、 5%%2 だと余りの1だけを取れる。あとこれは累乗ですね、これを使っていろんな計算をすることができます。あとログ、ただのログに括弧4だと自然対数ですね、定が e のログを取ることができますし、定を決めたい場合はログの後に2とか10とかを設定すると、それぞれの対数を取ることができます。あとこの大文字の e、これは10の何乗かっていう意味なので、 1e の5ってなるとこれ10の5乗という意味になります。あとここに載ってるもので、これ exp って書いてもエクスポーネンシャルですね、自然対数の定の e の意味です。 xp 括弧4ってなると e の4乗という意味になります。と π 円周率は pi で取ることができますので、こういういろんな計算が可能だということで、一通り打って答えを確かめていってください。だいたいよろしいですかね。普通に計算機として使えるっていうことですね。で、次に計算結果を変数に代入するっていうのをよくやるんですけれども、この変数に代入することによって結果を再利用できるっていうことですね。で、変数名で使えるのはアルファベットと数字、ドット、アンダーバーです。ハイフンはマイナスっていう意味になりますので、変数名には使えません。ただし先頭はですね、アルファベットかドットでないといけなくて、数字が先頭に来ることは、不可能になっています。あと大文字と小文字は完全に区別されます。で、代入を表す演算子っていうのがありまして、この小なりハイフンかイコールかハイフン大なり、この3通りがあります。で、例として挙げてますけれども、 A に1から1プラス3を代入するにはこの3通りがあり、で、どれにも A に4が代入されますので、実際に打ってこれ確かめてみてください。で、この例ではここスペースがいっぱい入ってますけど、スペースは無視されますので、スペース気にしなくて打って大丈夫です。いいでしょうか。で、今 A に4という数字が入ったことになりますけれども、次にこの B に7というのを入れた後に A プラス B を計算すると、ここで代入した値がそのまま再利用されて11という返り値が返ってくるということになります。いいですか、はい、こうやっていろんな変数に使いたいデータをどん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 代入していって使うというのが特徴ですね。で、ヒストリーを参照することができて、今いくつかコマンドを打ったと思いますけれども、コンソール上にカーソルがある状態でこの上下の矢印キーを使うと、今まで打ったコマンドがの履歴をですね、前後に読み出すことができます。で、再利用したいコマンドが出てきたら、そこで右左の矢印キーを使ってカーソルを左右に動かすことでコマンドの編集ができるようになりますので、一回使ったコマンドをもう一回別のコマンドとして編集して使いたい場合なんかは、このヒストリーが非常に便利です。
あとあのエンバイアロメントタブの横にヒストリーというタブがありますけれども、ここでも使ったコマンドの履歴が残ってまして、ここ開いてみて今まで使ったあのコマンドをダブルクリックするとコンソールの方に呼び出すことができます。まあ、こうやって履歴をたどることもできますので、これはうまく使うと作業が非常に楽になると、まあ、ぜひ覚えていただきたい。いいでしょうか。で、まあ、ここからどんどんその R っぽい使い方になっていくんですけれども、R の基本的なデータというのは全てベクトルです。でベクトルをまあうまく作成して、その作成したベクトルを使って自分が欲しいデータにアクセスして部分的なデータを取るっていう作業も非常によくやるんですけれども、このベクトルをまあどうやって作るかっていう練習をしたいと思います。で一番基本的なベクトルの作り方はこの C、 小文字の C ですね、関数 C を使って作成することができまして、これ打ってみてください。 A に C カッコで1カンマ4カンマ6カンマ3カンマ9っていうのを入れてみてください。それで A を打ってエンターを押すと14639というベクトルが A に格納されることになります。で他には例えばこの1から5まで連続した整数ですね、連続した整数のベクトルを作りたい場合は、最初と 先頭と、最後をコロンでつなぐと、そうするとこの B には1から5までの連続したベクトルが入ることになります。でこのコロンはですね、別に増えていかなくてもよくて減っていくこともできるので、例えば3からマイナス3まで1ずつ減少するベクトルの場合は3コロンマイナス3になります。これをまあ C に入れてみましょう。よろしいですか。で、今そのベクトルの中にどれぐらいの要素数が入っているか、まあ、ベクトルの大きさというか長さですね、これは length という関数を使って length カッコ A とかすると何個の要素が入っているかっていうのが返り値として出てきます。これはまあ、すごい大規模なデータを扱うときに自分が何個のデータを扱っているのかっていうのを確認しながら作業を進めるっていうのは非常に重要なことで、まあ、このレングスとか、まあ、あとはデータフレームであれば行数とか列数を常にカウントして確認しながら進めていくっていうことはよくやるので、まあ、このレングス、まあ、一つ覚えていただきたいと思います。で今作成したベクトルの中で例えば A の4番目、あ、B ですね、こう B の4番目の要素を取りたい場合、 B の後に中括弧で4という取りたい要素の番号を入れると、今 B には 1,2,3,4,5 という順番でベクトルが生成されているので B の4番目というと4というのが返ってくると、そうやって一つのベクトルの中から欲しいデータを取ることができます。いいでしょうか。で続けてベクトルの作成なんですけど、規則的なベクトルを作りたい場合ってあるんですね。でそういう場合どうするかっていうと、今この 1,2,4 というベクトルがここに入ってますけれども、これが2回繰り返されたベクトルを作りたいっていうときは、リピートのレップですね、レップでまずこのベクトルを入れて繰り返しの数をタイムズイコールの後に入れると 124124 と124っていうベクトルが2回繰り返されたベクトルを生成することができます。じゃあこの124のそれぞれを2回ずつ繰り返すにはどうしたらいいかっていうと、タイムズの代わりに each っていうオプションをつけると112244というベクトルになります。この D に入れた方はこの124を2回繰り返す、 E に入れた方は124それぞれを2回繰り返すという意味ですね。いいでしょうか。でこのベクトルは何も数値だけではなくて文字列を入れることもできます。で文字列を指定するときはこのダブルコートで挟むと、でダブルコートで挟まれた文字はですね、これ例えば数字であっても文字列として扱われます。
で、ここの F の例だと Dog、Cat、Mouse っていうこのベクトルを Times の後にもう一個ベクトルが入ってますね。これは最初の要素を2回、2番目の要素を3回、3番目の要素を5回繰り返すっていう意味になるので、できてくるベクトルはドッグが2回、キャットが3回、マウスが5回とつながったベクトルになります。いいでしょうか。だから次の例です。 G の例は、0が先頭で最後が10で差が2の等差数列を作りたいという場合、今度はシークエンシャルですかね、のセックをの括弧の中に先頭の値と最後の値と、あとは差倍イコール2、差が2の等差数列を作る意味になります。でできてくるのが0,2,4,6,8,10 という、まあ、こういう数列がベクトルとして G に格納される。いいでしょうか。でこれと同じような、まあ、使い方で、まあ、同じようにセックを使うんですけれども、今度その要素の数をダイレクトに指定するっていう方法もありまして、この H の場合は0から10を、5つの要素に区切るという意味になって、この場合は 0,2,5,5.0,7.5,10 というベクトルになります。でこのレングスのここの5を6にするとこの G と全く同じ、ベクトルができるっていうことになりますね。よろしいでしょうか。では、今までいくつかベクトルを作ってきましたけれども、それを使ってベクトルの演算をやってみましょう。で今 A には14639という、まあ、ベクトルが入っていて、 B には1から5までの連続した整数が入ってます。で、まあ、R っていうのは非常にベクトルの演算得意なんですけれども、1プラス A っていう計算ですね。これは A の各要素に1を加えるという意味になります。で、2,5,7,4,10 というベクトルになる。掛け算も一緒です。A に3をかけると、それぞれの要素を3倍したベクトルができますし、A と B を足すと、それぞれの要素を足し合わせた数、かけると、かけてもそれぞれの要素を掛け合わせた数がベクトルとして返ってくる。で、比較演算子っていうのが非常に便利というかよく使うんですけれども、例えば A 大なり3って打ってみると、3以上の数だけ true、 3以上じゃない、3より大きい数が true で、3以下の数が false として返ってくると。今14639というベクトルなので、4と6と9が3より大きいというのを示すベクトルになって返ってきます。で、B 小なり3とすると、まあ、1と2だけが true として返ってきて、345は false。で、A 小なり B にすると、各要素を比較して、A の方が小さいものが返ってくる。フォルス、フォルス、フォルス、トゥルー、フォルスですね。まあ、こういうふうに、比較演算子を使ってトゥルー、フォルスの返り値をベクトルとして使うっていうことは、非常に条件を決めて大きなデータフレームからある条件に合致するデータだけを取ってくるっていうような時によくこの比較演算子とか、まあ、ここにある論理演算子ですね、これはよく使うので、ぜひ覚えていただきたいなと思います。で最後の2つの例ですね。論理演算子を使って A が2以上かつ5より小さいもの、これは AND で、2つの条件をつなげば勝つと、2以上かつ5より小さいものが、True で返ってくる。いいですか。で最後の例、このパーセントパーセントって覚えてますか。さっき、少し出しましたけど、これですね、乗与、割った時の余りを拾ってくる。
ことができるんですけど、その A% パーセント2っていうのは A を2で割った時の余りっていう意味ですね。で、このびっくりマークイコールっていうのは等しくないという意味になります。なので A を2で割った時の余りが0ではないという意味なので、これ奇数っていうことを表している。で、一番最後の、コマンドは A が2以上かつ奇数のものを取れという、コマンドになります。そうすると、3と9だけが true として返ってくるということになります。で、こういう比較演算子とか論理演算子をうまく使って自分がどういうデータが欲しいのかっていうのを、こういう演算子を使ってうまく表すことができれば、すごい大きなデータの中で自分が欲しいデータに素早くアクセスすることができるわけですね。よくこれ練習していただきたいなと思います。では、今まで作ったベクトルの中から要素を抽出する練習なんですけど、さっきB の4番目を取るっていうのをやりましたけれども、複数取る場合、これも中括弧の中をベクトルで指定してあげれば、うまく取ることができます。最初の例は、A はさっきと同じ14639と設定されてますけれども、A の2から4番目を取る。このコロンは連続した整数を表しますので、234っていうベクトルですね。A の2番目、3番目、4番目を取れということで、463というのが返ってきます。同じようにここの中にベクトルを設定すると、この2番目の例の場合は2番目、4番目、1番目の順番で返せという意味になるので、2番目が4、4番目が3、1番目が1という順番で返ってくる。これをうまく使うと、このベクトルを並べ替えることができるっていう意味ですね。次、3番目の例です。TTFFT っていうベクトルになってますけれども、この T は True と同じ意味、 F は False と同じ意味です。で、この TTFFT っていうのは T の場所だけ取れという意味です。なので、1番目、2番目、5番目だけを取れという意味になるので、1番目、2番目、5番目の149が返ってくる。次の例、A が3よりでかいものがこの括弧でくくられていますけれども、これをさっきやりましたよね。これです。この A 大なり3というのは FTTFT というベクトルを意味しますので、上と同じで、ここには FTTFT というのが入っているというのと同じ意味になります。で、A の中で A が3より大きいものっていうと、4、6、9というのが返ってくる。このさっき言ったように、これをうまく使ってデータにアクセスするっていうのが、なんとなくここら辺で意味がつかめてくるんじゃないかと思いますけれども、最後の例も同じですね。 A が2以上で奇数のものを取るっていうのを、この括弧の中で指定してやると3と9が返ってくると、で、ここまで、ベクトルの作り方とか作ったベクトルから要素の抽出っていうのを一通り練習したんですけれども、ちょっと箸休め的にオブジェクトです。コンソールの上で ls 括弧と打ってみてください。そうすると、変数に保存されたデータのリストをこういうふうに参照することができます。で、この解析の過程で、いろんなたくさんの変数を作った時に、あれどういう名前だったかなとかいうのを確認したい時とか、この ls を使って、一覧を呼び出してどれだったかなっていうのを参照することができる。あと同じようにエンバイアロンメントタブでも、こういうふうに今並んでると思いますけれども、それぞれの変数で、どういうデータが入ってるかっていう、そのデータの概要が、エンバイアロンメントタブには表示されています。例えばこの頭に num ってついてるもの、これナンバーの num でして、数値ベクトルですよっていうことですね。この int は整数ですよっていう意味です。で、この chr、 これキャラクター文字列ですよっていう意味ですね。
あと、いらないものを消したいとき、RM、リムーブの略だと思いますけど、RM 括弧変数名でオブジェクトを消去することができます。ただ、これ一回消去してしまうと復元できませんので、もう一回作り直さないといけないので、まあ、これ使うときは気をつけて使ってください。よろしいでしょうか。はい、じゃあここから関数の話を少ししたいんですけれども、まあ、今レングスとかベクトルを作る C とかレップとかセック使いましたけども、関数っていうのは関数名があって括弧でくくられて、その中に引数っていうのを入れていって処理をするっていうものです。で、まあ大体一般的に複数の引数を入力して何らかの計算を行うと。で、一つのオブジェクトを返します。で、引数には必須のものと省略可能なものがあって、で、後者は省略するとデフォルト値が適用される。で、先ほどリピートレップとか使いましたけど、タイムズとかイーチを指定しないと、まあ、うまくいかないこともありますし、まあ、そういうのがこの複数の引数を入力としてという意味ですね。で、例えば、まあ、ソートっていう関数があります。で、これはデフォルトがですね、小さい順でソートするっていうのがデフォルトなんですね。ソート A にすると小さい順に並べてくれる。これを、高順ですね。これちょっと間違ってますけど。大きい順でソートする。高順でソートしたい場合は、デクリージングイコールトゥルーっていうオプションを設定しないと、こういうふうに並べ替えてはくれないと。で、こういうオプション、どれがデフォルトで、どれが必ず必須の引数なのかっていうのは、それぞれの関数によって決まってますので、まあ、大体初めて使う関数の時はですね、このヘルプをよく参照していただきたいと思います。で、ヘルプで関数のマニュアルを見ることができるんですけれども、まあ、使い方はヘルプで括弧で関数名を入れるか、まあ、はてな関数名で必ずヘルプが参照できます。で、このヘルプってすごくよくできてまして、まあ、R の中ってこういろんなデモデータが入ってるんですけれども、まあ、新しいパッケージをインストールした時にデモデータが一緒についてくることもあります。で、この関数のマニュアルヘルプの中にですね、イグザンプルっていうのが結構あるんですね。その R でデフォルトで使えるデータセットで、その関数の使い方を練習するためのイグザンプルっていうのが入ってまして、それをそのままコピペでコンソールにコピペするだけで関数の挙動を確認することができると。で、そういうのをうまく使っていくと、この R で、まあ、いろんな処理をするときにそんなにこうハードル高くなく、いろんな関数の練習ができるっていうことになってますので、まあ、なるべく初めて使う関数はとにかくまずマニュアルを見てみるっていうのをお勧めします。はい、覚えておいてください。ではここからちょっと統計量を計算して計算する練習に入っていきたいんですけれども、またさっきの A を使いましょう。14639と設定されています。で、まず復習で長さを確認すると、要素数ですね、で、合計が知りたいとき SUM括弧 A、これ全部足し合わせた数が返ってきます。平均を知りたいとき、mean で A。これはまあ当然この合計を長さで割った値になってますよね。これをこの mean A っていうのは sum A を length A で割ったものです。と中央値、median。最小値、min、ミニマムの min ですね。で、最大値、マキシマムのマックス。
とレンジっていうのはデータの範囲を返してくれるもので、まあ、最小値と最大値を返してくれます。レンジ A にすると一番ちっちゃい1と一番でっかい9が返ってくると。分散を知りたい場合は VAR、 VAR標準偏差が SD、まあ、ここら辺は非常によく分かりやすい関数だと思いますけれども、まあ、この基本統計量を出すっていうのは非常に大きなデータを扱うときにどうしてもこういう統計量でしか解釈できませんので、まあ、こういうのを計算して表にまとめるっていうのは非常に重要な、まあ、解析の第一歩としては非常に重要な作業になると思います。あと非常に便利なのがこのサマリーという関数で、このサマリーを出すとですね、サマリー A って出すとですね、最小値、第一四分位、中央値、平均、第三四分位、最大値を一気に返してくれます。で、これをベクトルとして返してくれるので、これをうまく使うと表にまとめるのが非常に楽になると。よろしいでしょうか。はい。じゃあ、ここまでベクトルの作成と、まあ、要素へのアクセスとそのベクトルの統計量の計算というのをやってきたんですけれども、ここからちょっと行列を扱う操作に入ってみましょう。で、まあ、行列って言っても、まあ、単純にベクトルが縦が横に並んだものだと思えばいいんですけれども、まず一つのベクトルを行列の形に並べる。行列を作る関数がマトリックスっていう関数で、このマトリックスの後に、ベクトルを入れて、この後に3、3ってなってますけれども、これ3行3列の行列としてこの1から9の連続した整数を並べなさいっていう意味ですね。で、これを実行すると1234567891という行列ができます。ここは必ず行が先、3行3列になります。で、複数のベクトルを行または列として並べるということで、それぞれ A、大文字の A、B、C でこの3つのベクトルを作ってみてください。ラージ A に146というベクトル、ラージ B に239というベクトル、ラージ C に465というベクトルを、まあ、入れますね。で、これを横に並べてベクトルにしたい場合、C バインドという関数を使います。これはカラムでバインドしなさいということで、C バインド A、B、C だと、この A、B、C が横に並んだ、行列を作ることができます。 A146 ですね、 B が239、 C が465、これがこの3つのベクトルが横にこう並んだベクトルを作りたい場合、行列を作りたい場合は C バインド、カラムでバインドする。次に縦に並べたい場合 R バインドです。ロー、行の行を表すローですね、ローでバインドするという意味で、縦に A、B、C と並んだ行列ができます。いいでしょうか。じゃあ今作った行列 M1 を使ってですね、この行列の要素の取り出しっていうのを練習してみましょう。で、今 M1 には1234567891という、まあ、数値が入った行列になってますけれども、2行3列目の要素を取りたい場合、さっきから使っているこの要素を取り出すときに使っている中括弧に行の番号、列の番号を入れると2行3列目を取れという意味になって、2行3列目この8が返ってくると。これが行ですね、行、列だから2行3列目8が返ってきます。2行目だけを取りたい場合、列を空にすれば OK で、2カンマで列に何も入れなければ行をそのまま取ってくることができます。
の2行目だけを取ると。同じように3列目だけを取りたい場合、行を空にして列名、列番号だけ入れると3列目、ここですね、789というベクトルだけを取ることができます。で、今3行3列の行列から2行2列の部分行列を取りたい、1、3行目と2、3列目からなる部分行列を取りたい場合は、それぞれの行、列をベクトルで指定してあげればよくって、行のところは1、3行目が欲しいので C を使って1、3というベクトルを指定して、2、3列目は連続した整数なのでコロンでつなげればよくって、2、コロン、3というのを列番号のところに入れてやると、1、3行目の2、3列、1、3行目のこことここだけからなる行列、部分行列を取ることができると。で、最後、今扱っている行列がどういう大きさを持っているか、何行何列からなるかっていうのは dim っていう関数を使って、調べることができます。dim m1 で、3行3列、必ず行が先に来ますので、3行3列の行列であるっていうことを、まあ、確かめることができる。いいでしょうか。行列の演算も、まあ、ベクトルの演算と同じで、今 M1 にこれ、M2 にこういうベクトル、行列が設定されていると思いますけれども、要素ごとの足し算は普通に足せばいいし、要素ごとの掛け算の時は普通に掛ければいい。あと行列積っていうのがありますね。これはパーセント×パーセントっていうふうに指定してやると行列積を計算できて、M1 の行と M2 の列をかけるっていうことですね。こういうふうに簡単に計算することができます。あと、データのハンドリングで、まあ、結構使う、たまに使うのがですね、この点値行列を作る、行と列を入れ替えて、点値行列を作るっていうのをたまにやることがあるんですけども、これは T で M1 とすれば、行と列を入れ替えたベクトルが、行列ができます。これ結構使う、僕結構これ使うことがあるんですけど、T、点値するときは T、非常に簡単にできますので、覚えておいた方がいいかなと思います。なかなか、オミクスデータでこの行列の演算をやるっていうことはあんまりないかなと思うんですけれども、まあ、この点値行列ぐらいは覚えておいていいかなと思います。ここまでいいでしょうか。では、まあ、ちょっと箸休め的に作業ディレクトリの設定っていうのがありまして、まあ、読み込むデータファイルとか、まあ、結果を書き出すファイル、保存するディレクトリですね、を作業ディレクトリと言います。で、今自分がそのどこで、作業しているのかっていうのを知りたい、作業ディレクトリを知りたい場合は getwd、ウィンドウのことだと思いますが、ゲットウィンドウでカッコ、カッコの中に何も入れなくて、ゲットウィンドウで今自分がどこにいるかっていうのを確認することができます。おそらくホームディレクトリに皆さんいると思いますけれども、で、このディレクトリを変更したい場合、セット、ゲットの代わりにセットで、このダブルコートでディレクトリ名を入れると、作業ディレクトリを変更することができます。で、基本的にそのディレクトリの設定というのは必須ではないんですけれども、設定しない場合ですね、ファイルを読み込んだり保存するために、たびにこのディレクトリを指定する必要があるので、まあ、どっちが面倒か、どっちが楽かで、まあ、決めていただければいいかなと思いますけれども、まあ、一つの例としてですね、今デスクトップにプラクティスっていうディレクトリがあるとして、その中にデータテキストっていうファイルが入っているとします。で、作業ディレクトリを設定して読み込む場合はですね、まずセットウィンドウで、ホームの下にあるデスクトップの中にあるプラクティスっていうディレクトリをまずセットウィンドウで指定した後に、読み込みたいデータ名だけを入れればいい。これ、作業ディレクトリを設定しない場合はですね、この読み込むときに、このパスを全部入れないといけない。これはどっちが楽かは、まあ、個人個人の判断だと思いますけれども、読み込みのたびに、保存するたびに、これを設定
指定することが苦でなければわざわざ設定する必要はないですし、設定した方が楽だと思えばまず作業ディレクトリを設定してから作業を進めると、まあ、これはどっちでもいいと思います。まあ覚えておいてください。ではここからデータフレームの話に入っていきたいと思うんですけれども、まあ、おそらくこれが R の統計解析の中で最も基本的なデータじゃないかなと思います。一応行列のような表形式のデータではあるんですけれども、行列っていうのは各列が全て同じ型のデータ、数値であれば全部数値じゃないと行列にはならない。ただデータフレームの場合は各列が異なる型のデータを用いるというのが特徴です。で、R のデータ型として、まあ、以下のものっていうのは、数値型、論理型、文字列型ですね。大体この3つです。数値型は、まあ、実数または整数。整数の場合は、先ほど言ったように、int っていう、まあ、形で表示されますけれども、ヌーメリック型、数値型ですね。あと、論理型っていうのは、true、false で、表現されるもの。あと、文字列型は、さっき言ったように、このダブルコートで、くくられるものが文字列型として認識されます。で、今こういうデータフレームがあったときに、この CPG とか Gene とか Region っていうのはこう文字列型なんですけれども、この P-Value とか R-Squared っていうのは数値型になっています。ではデータフレームを読み込んでみましょう。一番基本的な関数は Read Table っていう関数なんですけれども、デフォルト値が異なる読み込み関数っていうのがいくつか用意されてまして、リードテーブルっていうのはセパレーターが空白文字。空白をセパレーターとして、あとヘッダー行をがないものとして読み込みます。これがデフォルトですね。だからリードテーブルでヘッダー行がありの状態で読み込みたい場合は、ここを必ずヘッダーイコール T っていうのを、まあ、ここのオプションにつけなきゃいけない。で、リードデリムっていうのはデフォルトセパレーターはタブ。タブ切りテキストを読み込む場合はこれが便利です。でヘッダーがありの状態がデフォルトなので、ヘッダー行がないデータを読み込むときは必ずこれをヘッダーイコール F、false を指定しないといけません。あと CSV ですね。これはセパレーターがカンマで、ヘッダーありの状態がデフォルトなので、このデリムと同じようにヘッダー行がない場合は必ずここを F に指定して読み込まないといけないということになっています。で、皆さんデモデータをダウンロードしていただいていると思いますけれども、この MEA データっていうのをこのリードテーブルでヘッダー T で読み込んでみましょう。で、読み込んだ後にこの MEA.data っていう変数にこのデータフレームを丸ごと入れるというのを、まずやってみてください。で、今皆さん作業ディレクトリーがどこかわからないとか、保存しているデータが結構深いところにあってなかなか取り出せないっていう人はですね、この RStudio は非常に便利なこのインポートデータセットっていうのがありまして、この Tools の下にから行くか、あと Environment タブのちょっと下にインポートデータセットっていうのがありますので、これを使ってヘッディングを ES の状態にして読み込むと読み込めるかと思います。ちょっと読み込むのに時間かかるかもしれませんが、なんか読み込みでエラーが出た場合はちょっと教えてください。もしかしたら保存フォルダに日本語を使ってて読み込めないっていう人がいるかもしれないので、よろしいでしょうかね。まあ、読み込め、インポートデータセットから読み込んだ場合は、左上に、もうデータ、こういうデータが表示されていると思いますけれども、すごい行数が長いデータの一部だけを参照したい場合、よく使うのがヘッドっていう関数で、このヘッドでこのデータフレームを指定してやると、上から6行まではデフォルトで参照することができますので、それでちゃんと読み込めているかどうか、ちゃんとヘッダーがあるかどうかっていうのを確認することができます。あとさっきちょっとやりましたけど、この DIM っていう関数を使うと、
何行何列のデータかっていうのを確認することができるので、まあ、おそらく今27万7千弱のデータ行数になっていると思います。で、この DIM を使うと行と列数同時に出せるんですけれども、それぞれだけを知りたい場合っていうのもあってですね、この N ローナンバーをローですかね、 N ローでデータフレームで行数をチェックすることができて、 N コルでデータフレームの名前で列数っていうのを見ることができます。で、その解析をやるときに、この行数っていうのを、まあ、とか列数を常に把握するっていうことが非常に大事なので、まあ、この DIM とかこの N ローとか N コルっていうのは、まあ、頻繁に使うことがある関数です。まあ、R スタジオで扱うようなデータの場合は、まあ、いろいろあのエンバイロンメントタブにデータフレームの概要とかが出てますので、まあ、それで参照してもいいかと思いますが、まあ、常に解析を進める過程で自分が扱っているデータがまあどっかで数が落ちてないかとか逆に増えすぎてないかっていうのは常にチェックした方がいいと思います。で、データフレームどういう情報を持っているかっていうのを知りたい場合はこの STR っていう関数を使います。これをやると各列のデータ型と内容の一部を表示することができて、ちょっと打ってみてください。STR ですね。STR で MEA データっていうのを入れると、まずこのデータフレームですよっていうのが出て、276,663オブジェクト、276,663個のデータ数が5つの変数で格納されてますっていうのが、まあ、ここで参照できます。で、この5つの変数が何かっていうのがここに出てまして、 CPG 列、ジーン列、リージョン列、 P バリュー列、 R スクエアード列というのがこのドルマークの後ろについていると思います。で、このドルマークっていうのを結構使うよく使うんですけれども、列を指定するときにですね、このドルマークなんかアポストロフィー S を意味してるらしくて、このデータフレーム名 mea.data ドルマーク CPG っていうふうに書くと MEA データのデータフレームの CPG 列っていう意味になります。このドルマークでも 列を指定できるっていうのはちょっと覚えてください。後で使います。で、データの概要ですね、データ型、もうここファクターファクターファクターっていうデータ型になってますけど、これ基本的に文字列です。このダブルコートでそれぞれのデータがくくられているので文字列型のデータになっています。で、2つがナンバーですね。で、さっき使ったサマリーっていうのをデータフレームにも当てはめることができます。これちょっとサマリー MEA データってやってみてください。まあ、文字通り各列のデータのサマリーが出てきます。この文字列型の場合はそれぞれの文字列が何個ずつあるかですね。で、数値型の場合は先ほどと同じように最小値、第一四分位、中央値、平均値、第三四分位、最大値がサマリーとして表示されます。いいでしょうか。で、ここにファクターっていう今まで出てきてなかったものがありますけれども、このファクターって何かっていうと因子なんですけど、限られた数のカテゴリーで表されるもの。この因子の取り得る値を水準、レベルって言います。で、例えばこのリージョン列ですね。リージョン列はこの5つ、ファーストエキソン、イントロン、ラストエキソン、アザーエキソン、プロモーターっていう5つの水準を持つっていうのが、このレベルズっていう関数を使うことでも確認できます。レベルズって打つと、まあ、このファーストエキソン、イントロン、ラストエキソン、アダーエキソン、プロモーターっていうのが何もその水準の順番を指定してなければアルファベット順に並んでます。じゃあ、データフレームからの要素の取り出しなんですけれども、まあ、要素の取り出しは行列の要素の取り出しともう一緒です。16ページ参照していただきたいんですけども、中括弧でくくって行と列の番号や名前をベクトルで指定すると。で、一つまあ練習問題として今ある
MEA データから CPG 列と GIN 列を取り出してアノテーションっていう変数に代入してみましょう。まあここ答え載ってますけれども、まあ、なるべく見ないでやっていただければいいですかね。今取り出したいのは、まあ、列だけなので、この中括弧の行のところは空にして、カンマで列の番号を入れるか、列の名前をベクトルで指定するか、まあ、これどっちでも同じ結果になります。で、まあ、今このでここを見ていただくと分かるように、もう CPG 列が1列目で GIN が2列目っていうのはもうこれ見た瞬間に分かるので、まあ、こういうふうに列番号でも直接指定してもいいと思いますけれども、これは例えば100列とかあるようなデータだと、この自分が欲しい列が何番目なのかっていうのが分からないっていうことがよくあるんですね。そういう場合はもう直接列名をベクトルで指定して取ってくる方が楽な場合が、まあ、すごい大きなデータだとですね、こういう方が楽な場合があります。まあ、どっちでも同じデータになりますが、まあ、2つやり方があるっていうのは覚えておいてます。さてここからなんですけれども、まあ、今までずっと練習してきたのはですね、これをやるためなんですね。条件式による部分データの抽出、これをやるために今までもう頑張って練習してきたわけなんですけれども、データフレームから部分データを抽出するときによく使う関数がこのサブセットっていう関数です。で、使い方はサブセットをの括弧の中に、まあ、データフレームの名前を入れてカンマで条件式をカンマの後ろに書くと。で、一つの例として、今 P バリューがですね、 P バリュー列が 0.05 よりちっちゃいもの、ちっちゃいデータだけを取り出すっていう場合、このサブセットがあって、その括弧があって、まず MEA データっていうデータフレームの名前を指定して、 P バリュー列が 0.05 より小さいデータを取れと。で、今こう頭にヘッドをつけてますけれども、このサブセット以下だけを打つとですね、ものすごい数出てきますので、あえてこうヘッドをつけて、まあ、一部しか表示しないようにしてます。これちょっと打ってみてもらえます？で、P バリュー列がまあ 0.05 以下になってるっていうのを、まあ、最初の6行ぐらいしか出てこないと思いますけれども、見てもらえればいいんじゃないかなと。いいですか？で、このヘッドの代わりに NRO、行数をカウントする関数をつけとくと、まあ、どれぐらいのデータがあるかっていうのをカウントすることができます。まあ、こういう時はまあ履歴を読み出してカーソルを先頭に持っていってヘッドを N ローに置き換えればすぐできる。で、履歴を読み出した時にですね、カーソルってここにありますよね、行の一番後ろに。これを一気に先頭に持っていくにはコントロール A を押すと一気に先頭に来ます。で、先頭にあるものを一番後ろに持っていきたいときはコントロール E を押すとカーソルが一番末尾に来ますので、それをうまく使うと非常に長いコマンドを編集するときには非常に楽っていうので、ちょっと覚えておいてください。コントロール A が先頭、コントロール B が末尾にカーソルを移動することができる。もうちょっと複雑な条件入れてみましょうか。今、まあ、P が 0.05 以下のものを取りましたけれども、この P が 0.05 よりちっちゃいデータのうち、プロモーター領域のみにある CPG を取り出す。こういう場合ですね。で、まずサブセットがあって、データフレームを指定して、P バリューが 0.05 っていうところまではさっきと一緒ですね。かつ、&でつなげて、リージョン列がプロモーターであると。イコールイコールです。等しいというのがイコールイコールなので、リージョン列がプロモーターに等しいというのを、まあ、プロモーター文字列ですので、ダブルコートでしっかり挟んで、まあ、指定してやる。
ここまでがですね、プロモーターかつ P が 0.05 のよりちっちゃいデータを表します。これの CPG 列を取りたい場合は、その後に中括弧をつなげて、行は空にして CPG 列を指定すると、CPG だけが取れると。これで今手持ちのデータから P が 0.05 よりちっちゃいデータのうち、プロモーター領域にある CPG のリストが得られるっていうことになります。いいですかね。サブセットがかかってるのはこの括弧からここまで。ここまでで一つのデータフレームになっていて、そのデータフレームの中の CPG 列をこの中括弧で指定すると。そういうコマンドですね。いいですかね。もうちょっと複雑に、今度エクソン領域だけのデータを取り出してみましょうと。で、さっきエクソン領域3つありましたね。ファーストエキソンとラストエキソンとアザーエキソン。これは、またはでつなげていかないといけないので、サブセットで MEA データを指定して、リージョン列がファーストエキソン、またはリージョン列がラストエキソン、またはリージョン列がアザーエキソンというふうに条件を書くと。で、これ、ちょっと長くてめんどくさいっていうような時はですね、もう一個やり方がありまして、このパーセント %e% っていうのがあって、この A%e%、B っていうふうに書くと、これベクトル A の各要素について、ベクトル B の要素のいずれかが一致すれば true。そうでなければフォルスを返すっていう意味なんですね。で、今ベクトル A に当たるものはリージョン列です。このリージョン列の中で各要素についてベクトル B、 これをファーストエキソン、ラストエキソン、アダーエキソンで指定してあげれば、このベクトルの要素のいずれかが一致すれば true になるので、この true になる行だけを取ってくることができる。そんなに大して短くなりませんでしたけれども、こういう書き方もあります。いいでしょうか。で、サブセット、非常に基本的な、部分データを抽出するための関数なんですけれども、今までやってきたように、この中括弧の中にも直接条件を指定してやるっていう取り方も実はあります。で、先ほどと同じように P が 0.05 であるデータを取り出したいとき、MEA データの後にこの中括弧で指定して、この行のところにですね、 MEA データの P バリュー列が、これ今間違ってますけど、これ 0.05 ですね、 0.05 以下である行を取れという意味になります。ただこの書き方の場合ですね、必ずこのデータフレームの名前を書いてドルマークで列を指定するっていう風な書き方をしないとなかなかうまく取り出せないので、非常に長い条件を書くときはサブセットの方が間違いが少なくていいかと思います。このなんかちょっといろいろ間違ってますけれども、P が 0.005 以下であるよりちっちゃいデータのうち、プロモーター領域にある CPG を取り出したい場合は、同じように MEA データの後に中括弧を作っておいて、 MEA データの P バリュー列が 0.05 ですね、よりちっちゃく、かつ MEA データのリージョン列がプロモーターに等しい行の CPG 列だけを取れっていう意味になります。どっちがこう入力する手間が少ないかで判断すればいいんじゃないかと思いますけれども、一応こうやってダイレクトにこの括弧の中に条件を書いてしまうっていう方法もあると。で、今までこの全部ヘッドで表示してきましたけれども、このサブセットとか、こうやってこの中括弧でダイレクトに取ってきたものを別の変数に代入して新しいデータフレームとして使うっていうことももちろんできますので、今は全部その取ってきたものを確認するために全部ヘッドで表示させましたけれども、何か別の変数に新しいデータフレームとして変数に入れて利用するというのはもちろんよくある使い方だと思います。
じゃあ、いろんなデータフレームを作ったとして、ファイルへの書き出しですね。これはライトテーブルっていうのを使って、ライトピリドットテーブルの後にデータ名、カンマ。で、ファイルイコール、保存するファイルの名前をダブルコートで囲んで、あとはオプションを指定すると。で、プロモーター領域のみのデータを書き出したい例として、プロモーター .mea っていうふうに、こう、変数で、を作って、そこにサブセットでリージョン列がプロモーターだけのものを取ってきて代入すると。代入してみましょうか。そうすると、新しいプロモーター mea っていうデータフレームができます。で、これをタブ切りでテキストとして保存する場合は、ライトテーブル。で、括弧があって、プロモーター MEA っていう今作ったデータフレームですね。これを指定して、保存したいファイル名をダブルコートで囲む。プロモーター .mea.text とかいう名前をつけて、タブ切りを指定するために、セパレーターですね。セパレーターは、タブ切りですよっていう指定を、このダブルコートの中に指定すると。で、Mac の場合は、このバックスラッシュは、オプションと円マークのところですね。これで、バックスラッシュを入力することができます。Windows は多分そのまま円マークを入れればいいんじゃないかなと思いますけれども、これでちょっと保存してみてください。保存できたら、メモ帳とかテキストエディターで、今保存したファイルをちょっと開いてもらえますかね。保存した場所がわからなければ、Get Window で、作業ディレクトリを確認してその場所にあると思いますので、これ開くと、見てもらうと分かるように、おそらくこの文字列が全部ダブルコートでくくられているファイルになっていると思います。で、保存したものをもう一回また R でしか操作しないっていうんであれば、こういう形でもいいかと思いますけれども、例えばもっと Excel を使って編集したい場合なんかに、このダブルコードがずっとついて回るとちょっと鬱陶しいっていうこともあるかと思いますが、このダブルコードでくくらないっていう指定をしたい場合、先ほどの後にですね、クォートイコール F っていうオプションをつけると保存されたファイルからこのダブルコードが消えます。で、もう一つ、注目してほしいのが、この CPG 列が2行目からですね、2行目の先頭に番号が入っていると思います。これ行番号がデフォルトで保存される設定になるんですね。で、この行番号を書き出さないっていう指定をしたければ、row.names=f っていうオプションをつけると、保存したファイルからこの行番号が消えると。この行番号がついてると、ヘッダー行が1個ずれることになるので、いらなければ row.names=f っていうオプションを指定して保存するといいかと思います。今ちょっと質問を受けたんですけれども、中括弧とちっちゃい括弧の使い分けなんですけど、ちっちゃい括弧は基本的にベクトルを指定する括弧だと思ってください。で、中括弧は行列とかデータフレームの行とか列を指定するときによく使います。要素を取り出すときは中括弧を使うっていうふうに覚えていただければ大体いいかと思います。あと、打ち間違いですね。タイプミス結構あると思うんですけれども、と言うの忘れてたんですけど、例えば MEA データって打つときに、ME まで打ってタブを押すと保管されますので、それでこう打ち間違いをなるべくしないようにっていうことができます。タブを、途中まで打ってタブを押すと、今まで作ったデータフレームの名前とか、ファイル名なんか保管されることがありますので、タブをうまく使って打ち間違いを減らすというのをちょっとやってみてください。で、後半はですね、いよいよ、今までずっと R の使い方の練習だったんですけど、実際にちょっと解析っぽいことをやってみようと思います。で、まず、データフレームからこの基本統計量を算出してみようということで、皆さんダウンロードしているデモデータの中にまんまるずテキストっていうデータがあると思いますけど、これを読み込んでみましょう。
非常に軽いファイルなので一瞬で読み込めるかと思いますが、このマンマルズテキストっていうデータはですね、哺乳類の種が、種名が、この行番号のところに入ってまして、ローネームズ、行名のところに入ってて、ボディ列、これが体重を表していて、ブレイン列が脳の重さをのデータになります。で、STR で、データの概要を表示してみると、どっちの列も数値ベクトルで、62個のデータが2つの変数で表されている、格納されているっていうデータであるっていうことが、わかると思いますけれども、まず復習としてですね、このブレイン列の基本統計量を出してください。欲しい統計量としては、最小値、最大値、平均値、中央値、標準偏差。これを、先ほどの使った関数を思い出しながら、計算してみましょう。履歴をうまく使ってですね、あとコントロール A とかコントロール E っていうそのカーソルを先頭に一気に飛ばしたり、末尾に飛ばしたり、うまく使いながら、打っていけば非常に簡単に、括弧の中は全部同じですので、関数の名前だけを変えていくっていう作業ですので、簡単にできるかと思います。で、サマリー関数も便利なんですけど、これ標準偏差を計算できないっていうのがあるので、これで一気にガッと計算した後で SD だけを計算するっていうのでも、いいかと思います。さっきタブを使うって言いましたけれども、例えば今回の場合ですね、この MAM って打ってタブを打つと多分マンマルズまで保管されると思うんですね。で、その後ドルマークを打って BR って打ってタブを打つとブレインまで多分保管されると思うので、そういうふうにうまく使って打ち間違いをなくすということができるようになると、そんなにこうストレスがかからず作業ができるんじゃないかと思います。で、今このブレイン列だけ、統計量を計算しましたけれども、このマンマルズっていうのはもう他にもボディ列っていうのがありまして、これの統計量も一緒に計算して一つの表にまとめたいっていう場合を考えると、今このブレイン列のみこういうふうにやって、同じようにボディ列もやって、この一つ一つのデータをコピペとかで Excel に貼り付けていくっていうのは、たった2列しかない場合はそれでもいいかもしれないんですが、オミックスデータの場合、例えば遺伝子発現のデータであってもですね、数千から数万ぐらいのデータがあるわけで、それを一気にやるためにはこういうまどろっこしいことをやってては追いつかないと。で、そういう時にいろんなやり方があるんですけれども、僕はよく使ってるのはこのアプライ関数っていう関数を使うと非常に便利なんですね。で、これ使い方はですね、アプライ書いて、で、データ名、データフレームを指定して、この次に1か2指定して、その後ろに関数を入れるという使い方です。で、この1と2何が違うかっていうと、1は行単位、2は列単位でここに書いた関数を、アプライすると、そういう関数なんですね。で、今ボディ列とブレイン列、このそれぞれの列に対して基本統計量を計算したいので、ここは1ではなくて2になります。で、このアプライでマンマルズっていうデータフレームを指定して、列ごとにサマリーを出せというふうに書いてあげて、それをマンマルズスタッツという変数に代入してみましょう。で、代入した後、このマンマルズスタッツっていうのを呼び出してやると、もう一気にこのボディ列ブレイン列の基本統計量が算出されて、一つの行列になってると思います。できましたかね。で、さっき言ったようにサマリーだと SD を計算してくれないので、標準偏差は別に算出して、このマンマルズスタッツに上書きすると、加えると。で、SD も同じようにこのアプライ関数を使って、ここのサマリーで指定した関数の代わりに、SD っていう関数をここに入れて、SD を計算してやると、SD だけ、列ごとに
計算することができます。で、この SD が計算できたら、さっき使いましたよね、この行列を縦に並べる R バインド。今、まんまるずスタッツっていうのはこういう行列になってるので、この下に SD を加えたい、縦に並べたいっていうことなので、R バインドを使って、まんまるずスタッツと SD を縦に並べるっていうふうにして、このまんまるずスタッツを上書きしてやると、一番下の行に SD 行が入ると。でこれ、まあ、今2列しかないのであまりその威力を感じないかもしれませんが、これが例えば数万列あった時にですね、これで一気にこういうデータが、まあ、生成できると、まあ、結構嬉しいと。よく、まあ、使うと便利、うまく使えると便利な関数なので覚えていただければと。あとここの関数にもですね、自分で作った関数を入れることができます。今日その関数の使い方はやりませんけれども、まあ、Google とかで計算検索するとこの R でどういうふうに自分の関数を作るかっていうのを解説サイトとか結構ありますので、まあ、例えばこのサマリーと SD を同時に計算するような関数を作ってここに入れてやればもう一気にこれができるとか、まあ、そういうふうな使い方もできますので、まあ、非常に便利です。で今出来上がったこのスタッツファイルですね、今こう行がこう統計量のそれぞれ行名になってるんですけど、まあ、この後の操作を考えるとですね、ここのそれぞれの統計量が列名になってる方が嬉しい場合が結構あるんですね。でそういう場合はさっきの点地行列を作る t っていう関数を使ってこれを点地してやれば、まあ、ハンドリングが簡単なデータフレームに一瞬で変えることができるっていうこともあるので、まあ、これをいろいろうまく使えばその後の解析が便利になるかもしれない。でアプライっていうのは非常に計算早いのでこれうまく使えるといいかなと思います。で例えばトランスクリプトームデータとかですね、遺伝子の発現量データの場合はこの行名に遺伝子の名前がダーッと入っていて、そのそれぞれの列にサンプルごとの発現量とかが並んでいる場合があります。そういう場合は行単位でそれぞれの遺伝子の統計量を計算してあげればいいので、この2の代わりに1って指定してやればそれぞれの遺伝子、まあ、こう数万行あったとしても一気にまあこういう統計量が計算できると、覚えておくと非常に便利な関数だと思います。はい、じゃあ次にプロットを書いてみましょう。プロットを書く一番基本的な関数はもうその名の通りプロットっていう関数がありまして、まあ、使い方はですね、プロット括弧の中で、横軸になるデータ、縦軸になるデータをカンマで区切ってやると。プロット x カンマ y っていう使い方ですね。これが一番ベーシックな使い方かもしれない。で、いろんな書き方があって、もう一つが、ブレイン列、ニョロ、ボディ列、カンマ、データ名っていう書き方があります。で、僕は基本的にこっちをお勧めしたい。こっちの書き方をお勧めしたい。なんでかっていうと、まあ、後で詳しく説明しますけれども、この書き方非常にまあ R っぽい書き方で、このブレインっていうデータをボディで表現すると、Y を X で表現するっていうまあ意味になるんですね。で、まんまるずデータのブレインをボディで表現すると。で、横軸にボディが来て、縦軸にブレインが来て、まあ、こういうプロットが書けると思います。で、こう書いたプロットを保存したい場合は、ここにエクスポートっていうボタンがあって、このセーブアズイメージっていうのがありますので、ここから保存することができます。まあ、このプロットを見てもらうと分かるように、非常に不格好なプロットですね。非常に原点にデータが集まっていて、まあ、こっちはすごいこうスパースな感じであまりいいプロットとは言えない。こういう場合、まあ、皆さんよくご存知の通りログスケールにするといいんじゃないかっていうのがあると思いますけれども、ログスケールでプロットを書くのも非常に簡単で、まあ、それぞれの変数の前変数をログ変換してあげればいい。ブレインのログをボディのログで表現すると、そうすると、まあ、こういうプロットが書けます。まあ、これ今自然対数になってますけれども、定が10のログにしたければログ10
どっちともログ10にすればいいわけですね。まあ、基本的にこのプロットの形は変わらずに、ここのメモリの値が定が変わると変わるだけで、この形自身は自体は変わらない。いいでしょうか。でこうもう見た通りこう非常にこう回帰直線を引きたくなるようなプロットになってますので、回帰分析をやってみようということで、まあ、回帰分析っていうのはどういう分析なのかっていう、まあ、あまりこう説明するまでもないかもしれませんけれども、まあ、例えばこうコレステロール値と年齢の関係、こういうプロットがあったとします。横軸に年齢、縦軸にコレステロール値があったときにこういうプロットができたと。でこの2つの変数の関係性っていうのはこれなんとなくこう線が引けそうか引けなさそうかよくわからない、なんか引けるかもしれないっていう、まあ、そういう主観的にではなくて客観的にこの2つの関係性を記述するにはどうしたらいいかっていうと、回帰直線を書くと。で傾きと切片を出して、傾きが優位な傾きかどうかっていうのを検定してやって、傾きが優位であればこの2つには線形の関係があるというふうに客観的に記述することができるわけですね。でこの線形回帰直線っていうのは、まあ、Yイコールベータ0ベータ 1x っていう、まあ、こういう形で表されるわけですけれども、このベータ0がここの切片で、ベータ1がこの直線の傾きで、 x がまあ横軸のデータ、今で言うとコレステロールが切片プラス傾きかける年齢ですね、まあ、こういう形になって、それぞれ切片の値と傾きの値が出て、 95% 信頼区間がそれぞれ出て、 p 値がそれぞれに出ると。で傾きのこの p バリューが10のマイナス5乗ぐらいなので、まあ、有意じゃないかというふうな判断になるわけです。じゃあまんまる図データを使って線形回帰をやってみましょう。でプロットを2つ書いてみて、ログスケールの方がより線形の関係が強そうなので、ログスケールで回帰してみます。で回帰する関数は非常に簡単ですね。 LM っていう関数があります。リニアモデルですね。これを括弧で括って、ここよく見てほしいんですけれども、さっきのプロット、まあ、ここ下にありますけれども、さっきのプロットの式と全く一緒なんですね。まんまる図データについてブレインのログとをボディのログで表現できるでしょうかっていう意味です。で、まあ、これをこのまんまる図レグログっていう変数に入れてみましょう。こういう変数名はできるだけ分かりやすい方がいいので、まんまる図のリグレッション回帰をログでやったっていうふうな名前になってますけれども、まあこういう名前をつけて LM 線形回帰をやってみると。で回帰自体は一瞬で終わります。もうエンターを押すと終わります。さっきのこのプロットの履歴をうまく使ってここの頭だけを変えればいいっていう感じですかね。いいでしょうか。で今皆さんこのプロット表示されていると思うので、これにこの線形回帰の結果から得られた直線の式をここに上書きしてみると、上書きするにはパーカッコニューイコール t オプションという関数でコマンドで、次に書くものを上書きしますよっていう、重ねて書きますよっていう意味です。で、直線を書く関数 AB ラインっていう関数があって、まあ、これ切片と傾きの値を指定してダイレクトにその書きたい直線を書くっていう方法もあるんですけれども、非常に便利なのはこの回帰の結果をそのままここに入れることで回帰直線を引くことができる。で AB ラインの中、括弧の中にこのまんまる図レグログっていう回帰のデータを入れてやると回帰直線がここに引かれると思います。いいでしょうか。じゃあ回帰の結果を見てみましょう。結果を見るのは、まあ、さっきから何回も出てきているこのサマリーっていうのを使うと見れるんですけれども、サマリーでさっきの LM の結果を入れてやると、まあ、こういう結果が表示されると
思います。でこのコールっていうところはどういう式で回帰したかっていう情報があって、まあ、ここは残差の情報なんですけども、今日理論はほとんどやらないのでこれはまあ無視していただいて、大事なのはここです。コエフィシェンツ、係数ですね。でこのインターセクトっていうのが、切片の情報で、ログボディっていうのが、傾きの情報がここに出てきます。で一番重要なのがまずこのエスティメイト、これが、係数になっていて、切片が 2.13、傾きが 0.75 であるっていう結果がここに出てきているので、このデータはこういうふうな計算式で書けると。ログブレインは 2.13 プラス 0.75 かけるログボディ、まあ、こういう線形式で回帰できるっていう結果になるわけですね。でこの式が本当に意味のある式なのかどうかっていうのを判断するのに、この傾きと切片の優位性と、あと相関係数っていうのをまあ見ていくわけです。で今サマリーマンマルズレグログを見てると思いますが、まあ、コエフィシェントのエスティメイトですね、ここに P バリューがあります。で切片も傾きも、まあ、P が非常にちっちゃいと、非常に優位であるっていうことが、まあ、ここからわかると。でもう一つ相関係数ってここ書いてますけど、マルチプル R スクエアード、R 事乗値ですね。これが 0.9208 という値が出ている。R 事乗がまあ 0.92。で、この R 事乗値っていうのは相関係数のを事乗したもので、寄与率って呼ばれる値です。で、この寄与率は何を意味するかっていうと、このログボディ、ログブレインはこのログボディで何パーセント説明可能かというのを表す値です。つまり 0.92 と 92% ログブレインの 92% がログボディで記述可能だという意味ですね。ほとんどこのログボディでこのログブレインを説明できるという意味になります。こうやって、回帰のデータを評価していくと、あと 95% 信頼区間を出したい場合はコンフィントっていう関数を使って、先ほどの線形回帰の結果を入れてやれば、切片、傾きそれぞれについて 95% 信頼区間の値を出してくれると。切片の場合は 1.94 から 2.33 が 95% 信頼区間になっていて、傾きの場合は 0.69 から 0.81 が 95% 信頼区間になっていると。でそれぞれ P は 2×10 のマイナス16乗以下、非常にどちらも優位であるというふうな結果になります。では、今、まあ、サマリーでデータを見ただけなんですけれども、このサマリーから情報を取り出したい、表にまとめるためにはそのサマリーから数値を取り出していかないといけないわけです。で、どうやって取り出すかっていうことなんですけど、取り出せるものがですね、この names っていう関数を使うと、表示できます。今サマリーまんまる、サマリーまんまるレグログのサマリーですね、今ここで出したこの情報の中で呼び出せるデータは何かっていうのを、まあ、ネームズで見てやると、まあ、こういうデータが取り出せますよと。でじゃあどうやったら取り出せるか、サマリーまんまるズレグログにのですね、ドルマークアポストロフィー S にまず欲しいのはコーエフィシェンツ、一番重要なここのデータですね。これはコーエフィシェンツで取り出せる。コーエフィシェンツでやると2行4列のデータに行列になっているということが分かるので、まあ、こういう行列データになっていれば、先ほど何度も練習してきたように行列の要素にアクセス可能ですので、そこから取ってこれると。つまり傾きであれば2行目の1列目ですね。2行目の1列目なので、サマリーまんまるレグログのコーエッセンツの2行1列目のデータを取れというふうにコマンドを書けば、この傾きを取ってくることができる。 P 値を取りたい場合は2行4列目のデータなので、ここに2行4列目を指定してあげればよい。いいでしょうか。寄与率 R スクエアード
ですね、R スクエアードっていうのがあるので、これはそのまま R スクエアードをドルマークの後ろにくっつけてやれば寄与率を取ることができます。で、傾きの 95% 信頼区間ですけど、コンフィントで出てくる返り値っていうのがもうそもそも2行2列の行列になってますので、傾きの 95% 信頼区間は2行目だけを取ればいいということで、まあ、こういうふうに取れると。で、実際の解析はですね、今たった1個のその回帰分析の結果だけを見てますが、これ実際のオミクスデータの解析ではこれを数千から数万、場合によっては数十万、数千万回やると。で、そのそれぞれに対して、まあ、こういうデータを拾っていくために、まあ、自分でスクリプトとか関数をうまく使って表に落とし込んでいくっていう作業を、まあ、やる必要があるわけですね。大丈夫ですか？じゃあ次に、今数値対数値の線形回帰をやったんですけれども、オミクスデータっていうのは全てのデータが数値なわけではなくて、カテゴリーデータっていうのがあります。で、そういう場合っていうのは、まあ、分散分析っていうのをやるわけなんですけれども、まあ、その練習をちょっとしたいと思うんで、まずこのラングキャンサーテキストっていうのを読み込んでみてください。まあ、こういうデータを読み込めたと思います。これでどういうデータかって言いますと、肺がん患者の遺伝子発現プロフィールデータっていうのが、まあ、公開データとしてありまして、それの一部を抜粋したものです。で、まあ、おなじみの STR でデータの概要をちょっと見てみましょう。で、このデータフレームは107個のデータが11個の変数で、まあ、格納されてるっていうデータで、まあ、それぞれ ID 列で組織列ですね、これは、ティッシュ列は腫瘍か正常組織かっていう列です。で、スモーキング、喫煙歴ですね、これは3つの水準があって、カレントとフォーマーとおそらくネバーじゃないか、ネバーですねという3つの水準があります。で、ステージ、これはがんのステージで4つの水準があって、ステージ1から4までのデータになってます。で、ジェンダー、性別ですね、2つ、女性と男性で、その後がですね、遺伝子1から6までの発現量データになってると、まあ、こういうデータです。で、ここでまず遺伝子1の発現量とがんのステージの関係を見てみたいということで、プロットを書いてみましょう。先ほどの書き方で言うと、ラングキャンサーっていうデータフレームにおいて、ジーン1の発現量をステージで表すというふうな、まあ、書き方をすると、こういうボックスプロット、箱ひげ図が出てくると思います。で、今、この横軸にカテゴリーデータ使ってるので、まあ、連続変数のデータではないので、それぞれの水準ごとにデータの範囲分布がボックスプロットでこういうふうに表されているわけですね。で、まあ、解析、どういう解析をしたいかによって、まあ、その後どういう検定をするかっていうのはいろいろあるんですけれども、例えば、まあ、こういうデータを見たときにステージ1の発現量とステージ3の発現量に差があるかっていう、知りたければ、まあ、よくご存知の T テストとかですね、をやればいいわけですね。で、まあ、T テストの場合は、このそれぞれのデータが正規分布に沿ってるっていう、まあ、仮定があるので、これがまず正規分布であるかどうかっていうのを検定して、正規分布であれば T 検定で、正規分布でなければ、マンホイットニーの U 検定っていうんですかね、ウィルコクソンの順位和検定をまあやる。で、そこにその間に差があるかっていうのをまあ検定していけばいいわけですけれども、例えばジーン1の発現と肺がんのステージに関係性はあるかっていう、まあ、こういう問いだったらどうすればいいか。
それぞれのステージに関係なくですね、この肺がんのステージそのものが人員1の発現量と何らかの関係性があるのかっていう問いを検定したい場合、どういうふうにするかっていうと、どういう式で表されるかっていうとですね、こういう式で表されるんです。で、ベータゼロがステージ1の人員1の平均値。で、ベータゼロプラスベータ1がステージ2の平均値。ベータゼロプラスベータ2がステージ3の平均値。ベータゼロプラスベータ3がステージ4の平均値となるように、この X1、X2、X3 のそれぞれについて、まあ、こういうマトリックスがあって、これを適用することで、まあ、こういう式でそれぞれの、平均値を出すことができると。で、まあ、その細かい理論はまあどうでもいいんですけれども、何を結局やってるかっていうと、このステージ1の平均値がここにあったときに、このベータ1、ベータ2、ベータ3がそれぞれ何を表しているかっていうと、この平均値、ステージ1の平均値から、どれぐらいそれぞれの平均値が離れているかっていうのを検定するっていうことになるんですね。で、これを分析して、それぞれのベータ1、ベータ2、ベータ3の係数を計算して、それぞれの係数に優位性があるかっていうのを検定していけばいいということになります。で、これを実際に R で計算するにはどうしたらいいかっていうことなんですが、基本的にはさっきと同じです。人員1ステージっていう変数にさっきと同じ式ですね。LM で人員1をステージで表せるかっていう式を入れてデータの名前を入れると。これをちょっとやってみて、サマリーを出してみてください。で、さっきと同じように 95% 信頼区間も出してみましょう。だいたいこのデータ出ましたかね。で、また見ていきたいと思うんですけれども、先ほどと同じようにですね、このコエフィシェンツは大事です。インターセクト、これが、ここのベータ0。になっていて、ステージ2、このステージ2の係数、これですね、ベータ1で、ステージ3、これがベータ2、ステージ4、これがベータ3になっています。なのでベータ0が 10.3 で、ベータ1が 0.2、ベータ2が -1.6、ベータ3が -0.2 っていう係数が計算されて、95% 信頼区間もそれぞれこういうふうに計算できましたと。で、大事なのはこの係数が優位かどうかで、切片は優位になってますけれども、このステージ2の係数ベータ1とステージ4の係数ベータ3には優位性がないというデータになっていて、このステージ3の係数ベータ2のみが優位水準を 0.05 で取れば、一応優位差がありますと。そういうデータになっています。それは、さっきのこのプロットを見ていただければ直感的に理解できる結果になっているかと思いますけれども、で、今知りたいのはですね、それぞれの、このステージ間で差があるかっていうことよりも、このがんのステージが遺伝子1の人員1の発現量と何らかの関係があるかっていう、このカテゴリー変数そのものの p 値が欲しい。で、このカテゴリー変数そのものの p 値っていうのは、この LM で得られるこの p 値とは違うんですね。これは分散分析の結果得られる p 値である必要があって、これは非常に単純にですね、この LM の結果、人員1ステージっていうデータに対して、このアノーバっていう分散分析を行いますよっていう関数を入れてやると、このステージっていうカテゴリー変数が遺伝子1の発現量と関係があるかっていう p 値を取ることができます。で、この LM でやってる分析というのは、このそれぞれに差があるかっていう検定ですね。で、
まあ、1と3には差があると。ただこの全体を見た時にステージ と、遺伝子1の発現量に、まあ、関係性があるかっていう検定はこの β1、β2、β3 に差がないという帰無仮説を検定する必要があって、それがこのアノーバでやってることです。差がないという帰無仮説が有意水準 0.05 に設定すれば棄却されるということで、このステージ1は人員1の発現量にと何らかの関係があるという結論になるかと思います。で、今やったことっていうのは遺伝子1についてのみなんですね。で、今このデータの中には遺伝子1から6までがあって、このそれぞれの遺伝子についてこういう式をまあ検定し、アノーバでピーチを取ると。今やったのはこの最初の行だけなんですね。 β1 と β1 のピーチ、 β2 と β2 のピーチ、 β3 と β3 のピーチで、カテゴリー変数のピーチ、これをたったこの遺伝子1についてのみやったと。で、おそらくその知りたいことはですね、全ての遺伝子でステージとの関係性を分析してこういうデータを取ることだと思います。で、こういうデータを取るには、まあ、全ての遺伝子でこういうデータを取るにはどうしたらいいかっていうことなんですけれども、まずですね、さっき人員1のみやりましたね。このサマリー、人員1ステージ、ドルマーク、コーエフィシェンツ、先ほどと一緒でこのコーエフィシェンツっていうのを、まあ、ここで指定してやると、今カテゴリー変数が4つあるので4行4列のデータが取れます。で、人員1のこの β1 がここ、まあ、前座で示したここですね、2行1列目で、その p1 が2行4列目で、この β2 は3行1列目 β2 の p1 は3行4列目、 β3 の値は4行1列目 p1 は4行4列目というふうに、まあ、取ることができると。で、ステージのピーチ、カテゴリー変数のピーチはアノーバーで、これ2行5列のデータになってますので、1行目の5列目を取れば、アノーバーのピーチっていうのがここで取れると。で、これをそれぞれの遺伝子について何度も繰り返してですね、こういうテーブルにしていくにはどうしたらいいですかっていう話です。で、同じ処理を繰り返すという方法はですね、まあ、いろいろあるんですけれども、一番とっつきやすい方法なんだけど、まあ、時間がかかる方法でもあるんですけれども、この法文っていうのがあります。同じ処理を繰り返す。で、使い方はですね、 for カッコループ変数 in ベクトルと書いてますけれども、 for の後に、まあ、例えば i という変数に繰り返したい回数を入れると。で、その後このでっかい括弧で繰り返したい処理を入れると。そうすると、同じ処理を繰り返して、先ほど見せたこういう表を作ってくれます。で、今ここにスクリプトを書いてます。で、これを皆さん同じように作っていただきたいんですけれども、この左上にこの新規作成のボタンがあって、そこから R スクリプトっていうのが出てくると思います。これをまず開いてください。で、そこに、まあ、まっさらなスクリプトのページが出てきたと思うんですけど、そこにまあこれを打つわけですね。で、何をやってるかっていうのを、まあ、これ皆さん打ちながら聞いてほしいんですけれども、これざっと打っていただきたいんですが、まず2行目に書いてあることを、リザルトっていう変数に空のデータフレームをまず作ります。6行7列の空のデータフレームを作るっていうのは、まあ、欲しいデータが6行7列だからですね、1234567ですね、ここが行名になってるので、6行7列のデータを作りたいということで、まずマトリックスで全ての要素に
NA を入れて6行7列の行列を作って、それをデータフレームに変えてリザルトに入れます。でここまで打ったらですね、このランボタンっていうのがあると思うんですけども、そのソースのソースエリアの右上、ここら辺に多分ランボタンっていうのがあると思うんですけど、ここまで打ったらそのランボタンを一回打ってもらうと、コンソールに入ってスクリプトが流れると思います。でリザルトを読み込んでみると、6行7列のデータフレームの全てが NA になってる空の行列ができてますかね。大丈夫ですか。じゃあ行名と列名を指定しましょう。まず行名には、遺伝子1から遺伝子2っていうのを、まあ、入れたいわけですね。こういうふうに。でこの名前ってどこにあるかっていうと、最初に読み込んだここのこのラングキャンサーのデータの1,2,3,4,5,6 列目から 6,7,8,9,10,11 列目まで。コルネームでデータフレームの列名を取ることができるので、このコルネームでラングキャンサーの6列目から11列目を指定してリザルトの行名に入れると、それでもう一回リザルトを呼び出してみると、多分行名に人1から6までが入ると思います。で列名はまあ手打ちでやるしかないんですけども、ベクトルとして文字列を指定すると、まあ、ここはまあ係数、ステージ2の係数とステージ2の p バリューとか、まあ、分かりやすい名前にしてますが、まあ、これは基本的にご自身が分かればいいので、まあ適当にまずステージ2の係数と p バリュー、ステージ3の係数と p バリュー、ステージ4の係数と p バリューが入った、で一番最後にカテゴリー変数の p バリューが入るような列名を指定してあげればいいと思います。それでもう一回リザルトを読み込んで呼び出してみて、列名が入ったかっていうのを確認してみてください。まあ、打ち間違いを防ぐために、まあコピペとかタブとかをうまく使って、まあ特にこの列名を指定するところとかは、まあ同じ文字がたくさんあるので数字だけを変えればいいので、コピペをまあできるだけうまく使って間違えないようにするといいんじゃないかと。できましたかね。まだの方、皆さん大丈夫ですか。リザルトを呼び出した時に行名と列名だけ入っていて、まあ、あとは全部 NA になってるっていう、まあ、そういうデータフレームできたでしょうか。まあここからが本番なんですけれども、この for 文の使い方ですね。まず for っていう関数を書いて、括弧の中に i in 1:6と書いてください。これはどういう意味かっていうと、 i に1から6までの連続した整数を順番に入れていくっていう意味です。でその後に大括弧ですね。でその大括弧で挟んだ間に繰り返したい処理を書くっていうのが、まあ、この for 文の使い方で、この for の中の、最初の列、13、この図で言うと13行目ですね。レスっていう変数に LM の結果をまず入れてるんですけれども、最初に読み込んだラングキャンサーっていうデータフレームを見ると、6列目が人1なんですね。この6回繰り返すっていうのは人1から6まであるから1回6回繰り返すわけで、最初の1回目が人1の計算である必要があると。で人1っていうのは6列目にあるので、最初の i に1が入った時に指定される列が6である必要があります。だからラングキャンサーの括弧の列名は i プラス5、最初が6列目なので i に1が入った時に6になるように、ここをちょっと工夫が必要ですね。これが人1の発言量、人1から6までの発言量を i プラス5で表すと。でそれをステージで表せますかっていう LM をまず less っていう変数に入れます。
で、これだけだとただの、回帰分析を、まあ、6回繰り返すだけになってしまうので、それぞれの、LM の、分析のたびに欲しいデータを取り出す必要があると。それを今作った空のデータフレームリザルトの I 行目にどんどんぶち込んでいってあげればいいわけで、だから I 行目ですね、リザルトの1回目の処理、2回目の処理っていう6回までの処理が順番にここに入っていくわけですけれども、 I 行目、 I 回目のデータは I レザルトの I 行目に入れると。で、I 行目に何を入れるかっていうと、まずステージ2の、係数と P バリュー。それはここで見たように、2行4列目。2行の1列目と4列目ですね。サマリーのコーエフィシェンツの2行目、1、4列目が、係数と P バリューになっている。で、ステージ3の係数と P バリューはサマリーのコーエフィシェンツの3行目の1列目4列目になっている。ステージ4の、係数と P バリューはサマリーのコーエフィシェンツの4行目の14列目になっている。で、最後にアノーバーの P バリューが1行5列目なので、これをベクトルとして作ってリザルトの I 行目に入れると。で、まあ初めての場合ちょっととっつきづらいかもしれませんが、まあ、これよくこう、まあ、家に帰ってですね、こうもう一回こう一つ一つデータを見てみると多分ご理解いただけるんじゃないかと思います。例えばI に1だけを入れる、2だけを入れる、3だけを入れるっていうのをやってみると、まあ、この4の動き方っていうのがどうなってるかっていうのが、まあ、よくわかるんじゃないかと思います。で、ここまで入力できたら、この4から大括弧閉じるまで、これ全部選択して、ビートドラッグアンドラッグして選択して、このランボタンを押してみてください。何もエラーが出なければリザルトを読み込んだときにこのデータができているはずです。はい、これでいいと思います。他大丈夫ですかね。括弧が足りないとか括弧が多いとかっていう間違いよくあるんですけれども、今スクリプトを作るときに括弧、例えば一番最後の括弧にカーソルを合わせたときに、その先頭になる括弧がちゃんと認識されるかどうかっていうのを、で間違いがないかっていうのを判断できますので、それをうまくこう使いながら、例えばここの C のベクトルを作るときの括弧、先頭の括弧とこの一番最後の括弧閉じるがちゃんとちょっと反転しますよね。一番後ろにカーソルを合わせると。それでちゃんと前まで、が閉じているかどうかっていうのを確認しながら進めるとミスがないかと思います。で、まあ皆さんこうスクリプトを作ってみたわけですけれども、これ今一つ一つこう実行していったと思うんですけれども、これ全部ガッと書いた後でこのソースボタンで一気に実行するっていうこともできます。まあそれうまくこう自分でスクリプトを作りながら、これ保存して使いますと。いうふうにしていただければいいと。で、よくExcel でいろんなこう処理をしているときに、なんかこうよくどうやったかよくわかんないけどうまくいって、これもう一回作ってって言われたときにどうしていいかわかんないっていうことはよくあると思うんですけれども、こういうふうにこうスクリプト残しておくと、こうもう実験データ、実験ノートと同じ扱いになるので、例えば他の人に解析を引き継ぐときに、これをそのまま渡せば、皆さんがやったその解析をそのまま再現してもらうことができる。で、こういうスクリプトとしてやった解析を保存しておくとすごくいいと思います。で、今この for 文、まあ、基本ということで for 文使ったんですけれども、これ1行ずつやるんですね、処理を。最初1行目やって、2行目やって、3行目やってっていう、こう行
一つ一つやるんです。で、アプライをさっき使ったと思うんですけど、あれ行単位で一気にガッとやるので、このフォーに比べ、アプライに比べてフォーってすごい遅いんです。で、これがまあ数万、数十万行あるようなデータになると、このフォー分でまあ非常に簡単な処理であっても数時間、ちょっと重い処理だと1日とかかかってしまうことにもなるので、まあ、そういう場合は、まあ、オーバーナイトで待てればそれでもいいと思いますが、アプライとか使って自分で今ここで繰り返している処理を関数として作ってですね、アプライの関数のところに入れてやればもっと早くでっかいデータを扱うことができるというふうな書き方もあります。で、だんだん時間が迫ってきたので最後なんですけれども、多重性の問題っていうのがオミックスデータではどうしてもありまして、多重検定を繰り返すのが問題だっていうことは皆さんご存知ですかね。例えば各遺伝子の検定で P が 0.05 よりちっちゃいという、まあ、有意水準で棄却したリストを集めたときに、実際に得られたリストっていうのは想定以上の偽陽性を含んでいるっていう問題があります。例えば有意水準 0.05 で2つの遺伝子を検定した場合にどれぐらいの確率で偽陽性が入っているかっていうと、こういう計算式で表されて、実はもうすでに 10% 近い偽陽性を含んでいるっていうことになるんですね。これが数千数万の検定を繰り返した場合に、どれぐらいその 0.05 で得られたリストの中に偽陽性が入ってくるかって、もう膨大な数になってしまうと。で、最終的に得られる遺伝子リストが、まあ、大体目的の域値に収まるように個々の遺伝子の pH っていうのを補正する必要があります。この多重検定をやるとき、まあ、検定を繰り返す場合ですね。で、今回、まあ、この6回繰り返したわけですけれども、まあ、補正する方法っていくつかあって、まあ、一番有名なのがこのボンフェローニの補正という補正方法です。域値を繰り返す検定で数で割ると。で、さっきの小屋と6回やったので 0.056 で割った値っていうのが補正した、水準になります。だから1000個の遺伝子を検定した場合 0.05 を1000で割ると、だから10のマイナス5乗、 5×10 のマイナス5乗というのが補正したピーチの有意水準になると。で、このボンフェローニっていうのは非常に簡単な補正方法で、まあ、よく使われるんですけれども、まあ、メリットとしては必ず設定した域値を担保できるっていうメリットがある反面、数千数万回の検定を繰り返した場合にですね、非常にちっちゃなピーチのみしか域値を満たさないっていう問題があります。得られるリストが非常に少ないと。で、まあ、数十万回の検定を繰り返した場合ですね、本当にもう P がマイナス7乗とか以下じゃないと得られない。で、もうちょっと欲しいという場合があるんですけれども、そういう時によく使われるのがこの FDR フォルスディスカバリーレートって使う、を使った補正方法、まあ、偽陽性率をコントロールできる補正方法です。で、この2つを最後にやって、まあ、今日おしまいにしたいんですけれども、まあ、これですね、P値を補正して有意差があるリストを得ると。で、一番最初に、まあ、読み込んでいただいたこの MEA データっていうのを使ってみましょうと。で、中身ヘッドで確認していただきたいんですけれども、まあ、こういうリストになっていて、ここに P 値があります。これどういうリストかって言いますと、横軸にこの CPG で表されている CPG サイトですね、この番号で表されている CPG サイトのメチル化レベルを横軸にとって、縦軸にこの対応する遺伝子の発現量を取った、これで、回帰分析をやった時の P バリューになっています。で、何回繰り返したかっていうと 276,663 回の検定をやっていると。で、これどういうデータかっていうと、同一個人から3ヶ月で24回採血して、セルソーダで特定の細胞種だけを取って、で、マイクロアレイで48万箇所の CPG サイトの DNA メチル化データを得たと。で、RNA-seq もやって2万遺伝子の発現量データを得たと。で、各 CPG サイトにおける DNA メチル化レベルの変動が近傍の発現遺伝子の発現変動に寄与しているか回帰分析を行ったっていうデータです。式で表すと、まあ、LM でこのジーンエクスプレッションを対応する CPG のメチル化レベルの変動で表現できますかっていう回帰分析をやって、
皆さんがさっき言ったようなやり方で P 値と R 字上値を取ってますっていう、そういうデータになっています。で、ボンフェローニによる補正は非常に簡単で、先ほど言ったように 0.05 を検定数で割ればいいので、検定数っていうと今ある MEA データの行数になりますよね。補正した P 値の有意水準がどうなるかっていうと、この 0.05 を MEA データの行数で割ればいいので、だいたい 1.8×10 のマイナス7乗というのが補正した P 値の有意水準になります。ではこの有意水準を満たす、ボンフェローニによる補正での有意水準を満たすサブセット、部分データを取りたい場合、最初にやったあのサブセットを使って、MEA データの P バリューが、これですね、補正した P 値よりちっちゃいものを取りなさいというふうな、やり方で、リストを得ることができると。非常に簡単な方法ですが、24万6千ぐらいのデータがあっても、3つしか取れないっていうことがですね。で、もう一個 FDR、フォルスディスカバリーレートによる補正をやる場合は、この P アジャストっていう関数が使えて、この P アジャストで MEA データの P バリューをFDR っていうメソッドで補正するっていうのがこの P アジャストの使い方です。で、この補正した P 値をこの MEA データの6列目に追加してます。追加したのがこの次のコマンドで、こういう書き方で新しくデータフレームにデータを追加することができます。で、さっきと同じようにこの V6 という新しく追加した列が0.05 ですね。これよりちっちゃいものを取れということで、この FDR による補正した P 値、これ Q バリューって呼ぶことが多いですけども、が 0.05 以下だとちょっと増えてですね、1個データが増えて4個のリストが得られると。で、この FDR が 0.05 よりちっちゃいっていうことは、偽陽性率が 5% ですよという意味なので、この 5% の確率で偽陽性が含まれるんですけれども、今データが4個なので、いいでしょうと、そういう判断で P 値で補正して多重性の問題を回避するっていう、やり方を覚えていただければと思います。というわけで最後ちょっと駆け足になってしまいましたが、今日のまとめとして、ちょっと R の基本操作を結構しっかりやりました。データ、大きなデータに対して自分が取りたいデータにどうやってアクセスするか。で、いろんな条件を自分で決めてですね、欲しいデータを取ってそれで解析するっていう方法を、取るのに、この R がしっかり使えるっていうのは非常に重要なので、継続的に練習していっていただければいいと思います。あとはこの統計量算出して表にまとめる。結局解析したものを何らかの形でまとめて、論文等で表さないといけないので、この表にまとめるっていうところが非常に重要なので、これもよくうまく行列とかデータフレームを使ってまとめていっていただければと。で、そのまとめるときに、いろんな分析があるわけですけれども、そこからどうやって欲しい情報を得るかっていう練習を結構やりました。あと最後に、多重性の問題ですね。こういうのを使って、皆さんの今後の解析の参考になればいいなと思って今日のセミナーを終わりたいと思います。